7ヶ月目です。前の職が歌枠大工をやってて、はい、それで現場仕事だったんで久留米の方に来て、近くに現場があったんで食べに来たのがここで、美味しくてかかってそれがきっかけでした。で、いろんなことを学んで自分の将来に生かしたいなと。これがですね、10キロ2つなんで20キロですね、土日は。20キロ。はい、そうです。焼き飯ももうお客様の半数以上はやっぱ頼まれちゃうので、1日にやっぱ300とか出るので、やっぱりラーメンだけじゃなくて焼き飯もうちのお店の売りなんで。もう菅さんはもう長いです。私長いですね、10年ぐらいになります、トータルで。はい、アルバイトからもともとだったんですけど、それ合わせちゃったらもうちょうど10年ぐらいですかね。今はい、ちょうど半年ですね。はい、もう半年でああやってメンバーに立ててるんで、なかなか成長は早いかもしれない。そう、メンバーに立つとか多いんですか？まあ最近多くなりました。最近、はい、重要ポジションです。緊張します。緊張します。ポイントとか、こういうところに期待したいみたいな。それは、どんだけかっこいい姿で触れるかっていうところですか。面上げをするときに。やっぱりもう目の前で上げてるんで、ちょっとライブ感だったりとか、そういうのも楽しみの一つだとは思うんで、元気よく、はい。失敗だらけです。麺を茹でる時間を間違えたりして、違う硬さを提供してしまったりだとか、盛り付けしてくれるんですけど、そこでメンバーがその盛り付けの内容、高菜ラーメンだとかチャーシュー麺とか言うんですけど、その言ったラーメンと違うものを言ってしまって提供して迷惑かけたりだとか、そういう問題が起きたことあります。失敗した時はちょっと焦った自分があるので、まあ落ち着いてその目の前に並んでいる伝票を一つ一つ確認しながら、もう焦らずに、いっぱい伝票を並んでも焦らずに一つ一つ対処していくっていうのを大切にしてます。まだ一つのことにしか集中できていないことが多いので、上司の方々とかはもう全体を把握しながら
常に動けているので、その人たちの真似ができるようにちょっと今課題になっております。元気も絶対必要なので出せるように頑張っていきます。はい、陽気ですかね。まあそのコミュニケーションもやっぱ高かったりするので、やっぱスタッフと楽しそうにやっぱ仕事してるっていうのが一番の印象ですかね。今日はまだ緊張してる？緊張してますね。あと普段と違うんで。そうですか。はい、おとなしい方からみたいな印象で。おとなしい、まだ緊張。おとなしいですか？おとなしいです。おとなしいのかね。緊張してるんですかね。緊張してます。若いんでもう元気にはつらつとみんなを引っ張っていってもらいたいなって思います。そういう人になってほしいです。それをまあ一番率先してやっていくっていうのがやっぱり何より大事だと思うんで、やっぱラーメン屋さんにいるっていうことは、まあそういうところもやっぱ求められてはくると思うんで、そういうところに期待したいかなって思いますね。芸能系の学校に行ってたんですけど、お笑い芸人を目指していましたね。お笑い芸人目指していて、はい、高校生限定のなんかその吉本さんが開催してくれるハイスクール漫才っていうのに、はい、まあ、出場させていただいて、福岡なんか代表みたいな感じで九州一を決めて、そこからまあ全国の方と戦うみたいな、そういうトーナメント戦みたいな漫才があったんですけど、まあ、それに2回ほど出させてもらって、でお笑い芸人目指していたんですけど、まあちょっとお笑いではちょっと食べていけないなと相方と相談して、違うことしようやとなって大工に自分は行ったんですけど、はい、今はお笑いはやってない？まあもう全然やってないです。はい、その時のなんかノリというか、ノリですか、そういうのは今もやってる？まあそういうまだ残ってる感じはあります。営業中ちょっと出しすぎて怒られちゃう時ある。あ、そんな感じですか？いや、僕なんか大人の人にしてます。ちょっと今緊張してます。緊張して営業開始。そうです、営業開始したらもう本気出させていただきます。どうでしたか？わーなんですね。はい、みんな仲いいです。市長は優しいし、まあ、リーダーシップがあります。とても真似したいことが多いです。真似したいことが多い。はい、
座敷を回すお願いします。はい、了解です。はい、了解です。あ、まず見栄えを絶対大切にしております。インスタとか SNS とかで上げてくれてるお客さんとかがいるので、絶対見栄えは綺麗にしても心がけております。美味しさと、まあ、熱々の提供、それを心がけています。はい、ということでごめんなさい。はい、お願いします。はい、失礼します。
こです。いらっしゃいませ。はい、了解。4センサーなので、横を入れてください。優しい、優しい、行きます。いらっしゃいませ。いらっしゃいませ
ラストです。了解です。はい、お願いします。テーブル1片面ラストいきます。はい、お願いします。お願いします。まだ75点とかです。まあ、焼き場との連携がちょっと自分の声かけによってちょっとあまり取れていなかった部分があったので納得できてないです。今日料理とラーメンを同時に提供できるようにもお客様の満足にもつながっていくので、そこを目指して頑張っていきたいです。ラーメン作ってそのホールのいるスタッフから今日のラーメン美味しかったよってこう伝えられに来たら、あ、作ってて嬉しいな、やりがいあるなと思って、お子様とかもですね、まあ、美味しかったですと言ってレジの前でごちそうさまでしたってそういう声を聞くのも嬉しいです。本当に嬉しいです。体力には自信あるんでそうそう疲れはしない。やりがいの方が勝ちます。全然勝ちます。子供の声聞くのが本当嬉しいです。美味しい、はい、しかった、ごちそうさまでーすって帰ってもらえる、その声が嬉しいです。今目指していることはみんなに頼られて家族みたいなスタッフ関係がちょっと作りたいなと僕は思ってるんですけど、まあ、そういう関係になって、まあ、みんなが一人一人頑張っていけれる、まあ、自分を目指してもらえれるような社員を今目指しております。